やあ、いらっしゃい。今頃、GV はエデンの本拠地で戦っているのでしょうか。セブンスも持たない、ただの人である私に、できることは何もない。シアンさん、どうか、どうか、GV を守って。いい仕掛けだな。スイッチが2つになっているようだが関係ない。僕の青き雷帝がこじ開ける。同時ロックオンだ。クラッシュボルト。複数の防壁が連携している。なんだかパズルみたいだね。ジーノなら何かの漫画やアニメに例えそうだな。誰それ。いや、何でもないよ。クラッシュボルト。この仕掛け。エデンもよくやるよ。けどこれは少し厄介かも。レベル4エリアにて侵入者発見。総員出撃だ。同志を守れ。向かってくるなら容赦はできないんだ。もうレベル5だぞ。早い。全力でやつを止めろ。やめろ。無駄な戦いはしたくないんだ。どうしよう。すみません、あとはあなた任せ。GV、あいつらは敵だよ。シアンの力を奪った。もう向かってくるな。命を無駄にするんじゃない。叶わぬことなど承知済み。少しでもお前を消耗させられるなら、それこそが我らボーンの使命。バカな、
べては我らが理想って振り返らない。来たな、ガンボルト。その腕前、見せてもらおう。お前は確か、アキラが追っていったロボット使い。あのオールドマンか。奴ならとうに調理済みだ。ここにいるのは俺とお前、そして俺の兄貴ガレト・クローネだけ。行くぞガレト・クローネ、その熱で敵を焼き上げろ。ガレト・クローネすりつぶせそのロボット。伸びろ。どこだ。ガレト・クローネと俺のマリアージュ、貴様に敗れるもの。何よ。コンビネーションなら戻れ。私たちクラッシュボタンだ。行くぞ。すりつぶる。貴様はかまどの中で焼き上がりを待つある。斧が豪華にその身を炙られ、やがては焦げ落ちる運命。受け入れドラゴンスフィア。敗北がお前のルセット。勝利を気取って、お前のそれはおままごとだ。来い。戦いを遊ぶ者に僕は負けない。時間だ。アミューズブーシュ、最終工程に。ドラゴンスフィア。アン。ならば焦がさず程よく焼き上げてみせろ。トロほたわし逃げ。アームドブルー。豪華をも超える熱量だ。極限のかまどすら焼き崩せ。元に戻れ戻れ。始め。ほとばし、アームドブルー、ルクスカイバー。うわ。電熱にて焼き上げられたのは俺の方だったか。だがまだだ。あれを起動させておいた。俺の全てを賭したパペットワイヤーのセブンスで、ガンボルト、何、あれは止められない。こいつ何を言っているの。全ては甘美なる楽園への道筋。あああああああ勝利されるは俺だったか。なんだか不気味なことを言ってたけど、それでも歩みを止めるわけにはいかない。先に進もう。これはプラズマレギオン。あのロボット使いが言っていたのはこれだったのか。プラズマレギュラー、視点の中にあったもの評価されているようだ。これが完成形。ヤツのセブンス、パペットワイヤー、どこか行ったか。大丈夫。いくら強化されていても所詮は意志のない機械。機械なら僕の雷で壊せない通りはない。ドラゴンスフィア。ドラゴンスフィア。
ームドブルー、エクスカリバー。エデンの奴ら、こんなものを持ち出してくるなんて。